皆さんこんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日はですね、今仕事終わりなんですけども、職場にですね、手紙が一つは日本からいただきまして、もう一つはマレーシアから Google AdSense というところから届いたものなんですけども、たまたま手紙を二つ受け取りましたので、郵便事情についてのですね、お話をしたいと思います。これですね、実はこちらクリスマスカードです。で、本日これ撮影してるのは2月の24日。見事に2ヶ月遅れでクリスマスカードを受け取りました。日本から出してくださった方は当然クリスマスに合うように出してくださったと思うんですけども、ちょっと、スタンプをしてあるんですが、その消し印もちょっと薄いので、何日に出していただいたかっていうのは定かではないんですけれども、まあクリスマスカードなので2ヶ月遅れでですね、メリークリスマス&ハッピーニューイヤーというのをいただきました。まあ送ってくださった方にはですね、先ほどメールでありがとうございましたっていう返事を出しました。そしてこちらですけれども、Google AdSense からのメールで、こちらマレーシアからなんですが、こちらもですね、私これ申請したものに対して送られてきたものなんですけども、本当であればやっぱりクリスマスぐらいに届いて欲しかったものなんですね。これは何かと言いますと、 YouTube をですね、収益化するときに、この Google AdSense という場所に行きまして、そこで住所確認をするときにですね、ピンコード、パスワードが送られてきて、住所にこの中にパスワードが入ってるんですけども、ピンコードが書いてあるんですけども、そのピンコードを入力して初めて収益化の手続きが完了するというのを、これ実はですね、ずーっと待ってたんですよ。最終的に Google AdSense の私の住所、職場のアドレスにしたので今届いたんですけども、自宅のですね、コンドミニアムの住所にしててももう何ヶ月もずーっと来なかったんですよね。しかも再送信をしてもらう手続きを3回行ったんですけれども、それでも未だに届いてないんですよ。ということで、今回お伝えしたいのはフィリピンだけではないと思いますけど、まあフィリピンはですね、日本から手紙を送っても届かない場合があります。実際私は今の私の住所に、まあ、Google からですけれども、Google、これ結局どこから送られてくるのかわからなかったんですが、今回マレーシアから届いていることがわかりました。で、このマレーシアから私のコンドミニアムの住所に3つ同じものが送られているはずで、再送信手続きを行っているんで、送られているはずなんですが、未だに届いていません。それはもう去年の5月ぐらいから3回も手続きしているんですが、未だに受け取れていません。どっかで紛失してるんですね。こういうことが起こってしまうんですよね。私がマニラに住んでいた時も、台湾の友達が絵はがき送ったからと、まあ Facebook のメッセンジャー経由で送ってくれて、ずーっと待ってたんですが、結局ですね、3回絵はがき送ってもらって一度も届かなかったっていうこともあります。ということで、住所によってですね、届かない場所もあるんですよね。なので、もしフィリピンに何か物を送るとか手紙を送るとかっていう場合は、特に手紙とか絵はがきとか、こうやって他の EMS とかの封筒とか段ボールに入れない場合はですね、そこの住所で必ず届くのか、もう前に届いた例があるかっていうのを確認された上で送られた方がいいと思います。まあ、あとはあれですね、送る場合は追跡をできるようにしておいて、 EMS とかだとできますし、 DHL とか FedEx とかだと、まあ、必ず追跡できるので、そちらの方がまだ安心ですね。で、そういった場合はなんとか最終的に届くと思うんですけれども、このように手紙そのままとか、はがきそのままっていうパターンはですね、住所によっては最終的に本人に届かないという場合があります。私は実際経験してますし、周りでも結構経験してる人もいます。まあ、これはフィリピンに限らず、日本以外の海外ではやっぱ手紙届かない事件っていうのはね、結構起きたりしてるもんだと思うんですけれども、まあ、今回たまたま、日本とマレーシアから手紙をですね、これ職場宛に送ってもらったので、無事受け取ることができましたというお話でした。日本からですね、フィリピンに物を送るときはぜひ気をつけていただければと思います。私はこのようにですね、フィリピンとか私が住んでるダバオについての情報を動画にして発信しています。ぜひチャンネル登録お済みでない方はですね、今後もこういったような皆さんのお役に立てるような情報を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。